五郎子、お目覚めですか。おはようございます。すまんの。東洋たキャリアの試合数とキャリアのラウンド数が同じという、これは狙ってのことでしょうか。無駄な時間は過ごしたくない。相手のアクションに対し理にかなった理を叶えます。おありがとうございました。はい。バカな、素手の右ストレートでヘビーバックが理にかなってない。怪我させないからさ。はい。めったにないじゃん。うん、お断りします。彼ではダメです。危険すぎる。言うまでもない、ボクシングと拳法は違う。甘く見てるのはおめえの方なんだよ。えっけー、どうしたお前ら。それは間違いだ。拳を使用する以上はボクシングもまた拳法。道にいるという言葉がある。右か、見えなかったな。何してんだ。稽古。縄跳びを、シャドウ、サンドバッグを、パンチングボールを、まともなボクシングをや。自説の正当性は戦って示す以外はない。ご自分が正しいとおっしゃるなら、縄跳びでもシャドウでもボールでも逆立ちでもダンスでもあなたの指示通りに。コーチ、負けたのですよ俺たちは。今日のところはね。思うな、失ったこと。何を得た。石腕肩。あっ、大変だったよ、球界までよじ登るのは。さすがはハンマーバ。そう見えるか。簡単なことではないが、その技術は決して二刀流に劣るものではない。厳然たる前例が存在。すげえな、勝美さんは。親父がでけえとな、せがれも死ん。ハンマー裕次郎とハンマーバキ、現在考えうる。なのに戦うと決めている。なんだよ、父と子だからいいんじゃね。それでだからいいんじゃね。え、ボクシング。ボクサーではない。中国武術だけでのし上がる。そんな甘い世界かな。打たせずに打つ、そんなシンプルなゲームを150年以上も続けている。その歴史はわずか150年とはいえ緩みがない。成長のスピードは客観的。そして明日。まあ本人の段だが。練習生は余計なこと考えず言われた通りにしてりゃいいんだよ。多分おめえが望んでいた。おめえが全力を出せて、おめえのでかすぎて日本ではデビューできなかったが、除隊後本国でデビュー。ウェイトもキャリアもテクもっていうか、もう何もかもお前のジムから死亡事故を出すわけにはいかんねえ。死ぬがよ。私をはるかに上回る記録、10キロいな、15キロ以上か。スピードよし、重さよし。グローブの特性を武器として利用するのは必然。よって、まあいい。大小都合27個もの骨片で形成される握り拳で、バキは何と。バキは変わった。なんと彼は君と。俺と完全に、あの構えから。三、
ボクサー烈海王の伝説、まだ始まったばかストライダム。え、なんと今何を言った。何って。いや、しかしだな、俺の言葉のどこが。その通りだ。立ったらバキ想像してみるがいい、その不自然さを。飯を炊き、味噌汁を温め、つましいおかずに舌鼓を。日常をさ、話し合ってるうちに時々あるんだ。世代が違うど、貴様のそのふぬけた考え叩き直してくれる。頭っから全否定。バキ、もう一遍抜かしてみいこそ、その減らず口。バキ、そんな半間裕次郎が一体どこにいるというのだ。どこの家庭にもある日常。たまには親父が。それだけはない。ったく、うん、飯炊きか。羽田でお迎えせねばならぬと。ノープロブレ、ここは我が国の基地。大国の武力をもしのぐ武力を持つと言われる腕力か。半間裕次郎については当然警視庁も認識してはおりますが。ミスターボッシュを誘拐したあのスーパーボーイか。あの事件の。この少年もまた国家レベルに近づきつつあるということだな。その放っておけばいいというか、勝手にやらせておけばいい。私の守り神だ。それはタール。そこまで驚くこともない。屈強そうな男3名が正座していた。いな、その表情はまるで失神していることに気づいていないから忍び込まない。集まった首脳たちは静かに。ベストし、オーガにやらせたのだ。いや、なんという存在感。これが。今一度神を前に繰り返せ。我がアメリカ合衆国国家は戦士半間裕次郎とここに一切に関わらぬ野郎がどの面下げて我が家の親子喧嘩に首を突っ込む。貴様ら、俺ん家に喧嘩売ってんのか。君たち親子の衝突は国家間の衝突、すなわち戦争に匹敵する。手のひらから神を捨て、初めて偽りなき言葉を口にした。喧嘩を買いに来た。喧嘩？プロモーターのあなた？って中腰のまま。いいのか。いいわけないでしょ、会長。もう誰も戦いたがりません。おそらく国内では誰も。嘘だろ。こんな弱小ジムに。ミスターカイザー。シャラップ。これほどのヒットマッスル、お目にかかったことはない。ビューレフォー。I'm sorry。逃げずに見せてもらえるかな。片手、シャドウ、素振り、肩。こうするしかなかったのか。本当に新品のグローブを選ばない。破れやすいからだろう。いかに烈が己の策略を攻めようが、彼らボクサーは知っている。本革製のグローブは決してへこたれない。ピッ。ただのトリックです。強さとは何の関係もない。 NO。 これがいかに困難なことか、ボクサーなら誰だって知ってる。男同士がグローブをはめ、二つの拳だけで強さを競う。中国4000年の手によって。バカな、私はただ。逃げ出したくなるようなモンスターたちもね。この絶望的マッチメイクに世界は飛びつくさ。烈海王のままがいい。
無論これは公式試合ではない。なくとも世界は知っている。君の腰に巻かれる見えないカイザーというとびっきりの動力、再び動き始めた。ベーコンエッグ、なんかさ、しょっぱくね、この味噌汁。あ、なんで、作ってもらったことには感謝してるさ。え？いいよ。ダメだ。駅か。師匠。申し訳もなく、謎に満ちたあなたの運動能力、魅惑に満ちた運動力学の、その中で唯一無二、最高速度からスタートダッシュできるケウナ、あろうことか時速 270km、 こうするしかない。すなわち死。え、大きなヒントだった。筋肉じゃない、液体。についてから一言も喋らんな。カイオーレツ、ひょっとしては一体何が気に食わないのか。やはり気に食わんか。草木も生えぬ不毛の砂漠にこれほどの人工物、都市育つはずもない観葉植物、大都市風の建造物。ただし偽物の全てが一流だ。カイオーレツ、いや、むしろそちらの方が多いかもしれんな。実物。なるほど、カイザー氏の言う通りかもしれない。我が中国武術にも Welcome to Las Vegas。 おい、すっげー、元チャンピオンだから。ん、近代ボクシング最大の危機、最強の敵が現れたのです。カイオーレッツ、上がってるじゃないか。売り込んでるじゃないか。君が気を利かせて上がってくれなければ、今頃私は袋叩きにされて。俺のリングだぜ。31度目の KO 勝利を飾るこのリング、ここにいる誰もが君を。カイザー、この小男が、この体で、この俺にどうぶ。君らアメリカ人には理解できまい。人体を肉の塊としか捉えられぬ君の理。見えすいた挑発でのトラブルは起こらんよ。レッツ、君に見せ場を用意し、見せてやったらいい、悠久の一端を。ミスター・カイザー、ここにもっと大きく、もっと頑丈で、もっと壊しがいのあるものが。私の人を殴るキャリアは空手から始まった。君が望むの。史上最大最強最豪華空前のエキシビションマッチだ。4歳で白輪寺に入山した。あとは修行、鍛錬の日々を。ではその非公式試合の戦績は。数えたことがありません。強さを比べたということですが。 MMA 総合格闘技ルールということ。失礼ですが、その足は。友人との試合で失いました。この試合ルールをどのように。二人の男が二つの拳で強さを。単なるエキシビションなのだから。エキシビションと言いますが、片や全世界。デビュー戦が悪い。ふ、世界チャンピオンにでもなったつもりかよ。引退して10年、またボクサーのパンチが見えねえかい。ボクサーのジャブはそれほど。ラスベガスにもう用はねえ。明日の便で帰るんだ。カイザーが何を言おうが。かはすまぬ、反射的に関節を外してしまう。あなたの怒りは妥当すぎる。このパンチはあなたを傷つけた私への罰だ。もう少しいてみっか。先生、
初めて体験する工業としての戦い。不可か。こうまでする必要がなぜ。ショータイム。観客までもが演じている。カバン。演出は一切ない。列位。身長237センチ、体重151。ボクシングにおける最危険地帯に自ら足を踏み入れる。おそらく君こそ盾とはどういうつもりだ。私は座っているのではない。殴ったり殴られたりするつもりはない。放棄するつもりか。オーケー、ファイ。巨人ワーレフは歓喜して。無神経。君は一夜にして全米で最も注目される中国人になった。無神経。ノーインチパンチとでも言うべきか。ノーインチ。あの一言で君は世界を敵に回した。言った通りだろう。いくらあるのだ。ドルにして200万、重さにして20キロというところだ。それは何だ。え、私の金の横にある汚いブーさもなければその悪い足をへし折る。ブランデーでもやりますか、ミスターレツ。このタイミングで。一度だって来たことないのに。まさかすでに玄関の前。ここまでは来てないか。なんかね、予感したんで2つ用意したんだ。さすが親子。これか。え、貴様の望む親子関係とはこういうこと。出るか、ちゃぶ台返し。おじけたか父。恐れおののき死体。何故ぶつけない、憎悪とやらを。怪しい。双方納得の上で行われる。そんなものじゃない。親子共に生き、それは口喧嘩に発展し、そしてついには抑えていた憎悪が。なるほど。まさかもうこの俺にまずいコーヒーを飲ませるとは。どお父さんごめんなさい。て親父、ダメだよ嘘は。うまかったんだよこのコーヒーは。好むか好まざるか。コーヒー入れてよ。ねえ、いいじゃん、たまに飲みたいな。飲む方法が一つだけ。無理やり入れさせる。拒否するなら嫌もおもない。生気を咲くがごとく。四つに引き裂かれたチャブ台と安堵しているのか。バキは愕然とした。乗り越えるべき相手。どうした、コーヒーか。その通りだな。父親にそこまで言うのはやりすぎだ。このくらいがちょうど。いつもと変わらぬ。いつも。選択の機会はこれが最後でしょう。知れたこと。選択肢などのドクター。え、死亡。シホルソン。理由が必要ですかい。いや、そりゃ。なんで自分みたいなもんと。芝千春には。あれあれあれ、巨大の戦士。千春さんが仕掛け、俺が怪我をさせないように反撃する。
今俺と。タイトルに一番近い男だ。アマチュアでゴールデングローブを獲得後、プロへ転向。ファイトマネーを聞いたら飛びついてきた。才能の乏しい美味しい美味しい相手だった。ゴールデングローブの優勝者でトッププロの彼には才能がない。怖い。いい顔をして、低い身長、それでもなお絶望を断固拒否し。実は俺も彼のファンなんだ。王宮の際、君の噂を耳にし、君を止めに来た。ジョー・クレーザーとの試合を、私が勝てないと。彼のニックネームは、すも形容される者以下だということだ。私とて同様。気圧は違う。スモーキン、煙と戦ったこと。ほどなく君は煙に包まれるだろう。私は構わん。それが君の口癖らしい。なぜだ、この小さなヘビー級に。しかるにどうだ、この圧倒的な存在感。幾度大きく見えたか。それとも180センチ92キロ。おめえの脳みそがぶちまけられるすが、攻撃のすべては見えている。すべてのあんな丸く優しげにすら見える鋭利な刃物を秘めたような。右の盾剣、確かな手応え。同時に当てられ、幾度も使ったものだが、これほどの重さと切れ味は初。のダメージ自体は明らかに素手を上回る。まるで巨人の手のひら、ピクルの拳にはなかったもの。グローブ、グローブというもの。4 5 6 7 8。グローブという道具の使用法に長けているという。グローブを武器化したもの、なんたること。1865年、クイーンズベリー考案のグローブルールを武器化に成功。決められる凶悪な意志を見損なっていた。バキさん。なわけねえだろ、千春さん。どうしよってんだよ、あんた。あんたね、なんで俺と戦いたがるのよ。練習？喧嘩。さ、始めようかい。ちょ待ってよ。歩きか？本当に？あ、原骨で語ろう。もう相手はしないよ。目覚めたら帰ってくれよ。すげえな、全く諦めてない。もう準備してやがる。動いた。シューズのかかと潰したまま吐きやがった。バカだぜあんた。喧嘩なもので。しか、何なんだ。これって、言い換えるなら、我は止まっている。景色は溶けている。向かってくる。列よ、聞くだろう。私の姿もまともに捉え。ちょうど人間の脳と頭骨の関係に似せてある。外部からの振動でいとも簡単に崩れ去る。だが不覚にも未遂に終わり打たれる。甘い。受けたダメージ、次なる一打、断じて打たせてはならぬ。
何をどう変えてもスモーキーが追いすがるだけ。まだ回復している。よく回っては。でも変わらない、変えられない。そうですかい。できましたかい。て、寝てようが起きてようが俺にとっちゃ怪獣退治っつってもな、格闘技じゃ超 A クラスの技術者バキさんにとっちゃあるもな。でもなバキさん、分かってくれ。それが俺らの言うところ。勉強させてもらいます。喧嘩に備えてストレッチ。あんたらしくもない芝千春のように戦いたい。いや俺もそれが一番楽ちんだものけど。おや、目に俺の真似ができんのかよ。できるに決まってる。なんでかって、バキね、案外ちゃんとやるもんでしょ。伸びきってちゃダメダメ。ピンポイントのマックスコンマ00を捉える。千春の鋼が大きく揺らぎ始めた。あなた一人で押し上げているかのようだ。それでも犠牲を払っただけのことはある。取る左手までも壊すことはない。バキさん、芝千春を見せてみな。受け切ってみな。二人ともが初めてじゃねえ。弱点を晒すのではない。狙うは固く頑丈な拳。ならば望みはか、ならば歓迎しよう。心ゆくまでぶつけてあげよう。嘘言ったら、芝千春は目つきをしたことなんかないよ。あんたにできるわけがない。絶対急所である。目つきは高等技術だ。自在に動く。俺が目で捉える。あんたの両指を。欠かされた恥、ぶっ散らかした大口、お互い。ぶつかる寸前に拳を握ろうと、現実はゴキブリダッシュとか。どうせただ待ち続けるならば回復までに5分、あるいは10分。わかるかな列よ。揺れ動くものを止めるには。ノー、聞け。揺れに耳を傾ける。5、6、7。ダメージよ、ダメージよ。ようこそ。とっとこ。ボクシングしか知らねえ。ボクシングじゃねえものにアドバイスはでき。同じこと。セコンドが選手にアドバイスもらってね。自分だ。持てるもの全てを使える。いや、今一度。あたかも今こそが。コーチへの保温。ボクシングになってきたな。うおぉ、ジョーがダウンしかよ。俺の選手がジョーをひざまつかせたら。はい。ボクシングはスポーツの範疇を超える。天才剣士列、ただの一打も打ち込めぬ。ボクシングとは殺し合いだ。ここから殺し合いだ。もはやジョー氏の残りのエネルギーは封じ。ほら見る、ジョーは死んじゃいねえ。なんという。
精神力。スモーキン城。いや。前へ。にて直角に打突。顔面神経の分岐点にて。スモーキン城、違うんだ。君は敗北者ではない。ジャンプだ。ボルトだ。ジャンプ。ジャンプがレッド。ご苦労だったな、千春。いいえ。勝つどころか死にも勝ち目はありませんでした。触れることもか。いいえ。あれはちょっと特別っちゅうか、たまたま。不意打ちでも。こうして突き出した2本指にぶつけてきたんです。できません。なんでだ。潰れちゃうじゃないですか。めしばちはるができねえこと。なんかあれはもう分かっててやったっつうか、潰れねえ。ほら、例えば超すっごいスピードいけるかなと。新幹線か、うん、信じろん。近いってバキとの対決がか。バキは君にフードを作らせようとしてるのだぞ。戦場生活はない。どちらが作るのかは決まってるもんじゃねえ。父と子、仲睦まじくて裕次郎、君は、なんかより一層鋭くなったねって。親子喧嘩とはいえ、ことが荒立つことは親父がたくましくない。地震や雷台風。いや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 、挑みはしないけど。ただバキよ、わしにとってハンマの親子喧嘩はこの世せん。違うな。ハンマ裕次郎を止められる。じっちゃん、そん時は頼みます。一般市民が巻き込まれぬよう。恋してるって誰に。丹念に育んだ種が時とともに成長し。確かにな。そいつはやつに手も足も出ぬ夢。うれしそうだな、王が。ちょっぴり焼けるぞ。あのハンマ裕次郎が相手ならできない。現地まで行けそう。ねえバキさん、無理でしょ。あんた腕に覚えのあるもの全ての標的でした。それがいつの日からか。お逃げなさい、堂々と。それを笑う者などどこにもおりま。果たし合いじゃない、決闘じゃない。ましてや腕比べ。負けそうだから良すものでもない。一生ないかもしれない。明日にも起こるかもしれない。よーく理解しました。それが父と子、あるべき姿じゃないか。キュウリの浅漬け、メカブにご飯と味噌汁と、真ん中にステーキ。申し訳ございません。業務上お話しすることができません。ああ、そんな習慣があったのか。一体何に頭を下げたのだ。両親、食材となった。俺、まさかの俺。何を食べているのかを意識しろ。それが命を食らう者に課せられた。自分一輪反論の余地もない。この人をたくさん考えたのに、どうだ。今更俺は自身に驚いている。体にいいからね。バッグだからいろいろ入ったんだろうけど。体によかろうはずもない。しかしだからとて健康にいいものだけを。やばい、泣きそうだよ。親父が俺にまともな教育をしてくれている。
俺の知らない作法の数々を俺の親父はスマートに身につけているが、まっすぐに誇らしい。だからこそ言ってみたい。えしゃく、また言うのだ。地上最強の生物ハンマ裕次郎にではない。親父言った。洗い物はやってくんね。言った。親父も忙しいとこ悪い。パンチ、お仕置きのじゃんけんだ。じゃんけんぽん。親父。ね、ほらな、じゃねっつの。うん、嘘だろ。何着てきゃいいんだ。ていうかお話にならんでしょ、何もかもが。これって一個の値段かよ。はい、たびたびお越しに。ここで父はどんなメニューを。ハンマ様、いつお越しに。おやじ。最愛の息子様と伺っておりました。まあ親子ならばと。それを18にもなろう大和大の子が。ごめん、もちろん嫌味だよ。正しい挨拶、正しい言葉、それが父ハンマ裕次郎が息子バキに発信し続けたたった一つの。ハンマ様。フレッシュオレンジジュースを。ドライシェリーを大きめのグラスでやってみろ。父親と外食、あまりにも初めてすぎて。前菜の説明を。お豆腐と生クリームを裏ごしにしたシェフおすすめの一品です。うまっ。すごいねこれ、ウミガメのスープって。よろしければ何か甘いものでも。ここでも見事だった。こういう場所での手慣れた様はまっすぐに誇らしかった。そして苦い、もっと苦い会話が始まった。父親が母親を手にかけた理由を知りたがること、俺は一度だって聞いちゃい。身の丈をわきまえろ。知ることは息子としての権利だ。なあ親父、それともこうか。あ、個室をお取りいただいております。こちらへ。苦い、どうしてこうまでもと思えるほど。なぜ今それを聞く。おかしいかな、父親が母親を手にかけた理由を知りたがること、俺は一度だって。身の丈をわきまえろ。知ることは息子としての権利だ。どうすれば教えてくれるのかな。あの光景だけは一生忘れません。我が目を疑う。でかいぞ。不思議な光景です。手をかける。あんなもん。貴様は俺との立ち合いを親子喧嘩と表現しているそうだな。バキ。バキよ。後ずさりたい、駆け出したい、逃げ出したい。そして人ならぬものの衝撃。物が違う。あの首に手をかけるこの手が悪い。少年は理解し始めていた。急所を狙わぬ父親。大丈夫。ご覧の通り、この出来の悪いせがれに親と子、父と息子、
させてはならじと父親喜ばしきかな。嬉しむべし。ない、それだけはない、断言。この人は着地って。果たして神村昭義53歳、降下回数345回は、正確な姿勢を取ったとしたら60秒間で約1000メートルの移動が、ビルからの落下事故の際、過去数例のみ車両の上に落下したことに、この程度でくたばる弾か。不正ゆえ息子の胸に去来する開墾、息子の胸に勝手に出現したイメージは、そんな代物を平手で思い切り引っ叩く。なあ、ブレイブだ。止まれ。処分罪で急所を外した平手打ち、この友人あるのか。この俺に対し、答えろ。長い夜になりそうだ。そうさ親父、だから急所は狙わない。バックスピン。けれど相手は半馬裕次郎、4年ぶりおよそ1500過ぎる父裕次郎との差、直ちにです。頭はたとえボンクラでも体の反省は、こういう時には都合がいい。殺傷力はやったらいいじゃん、女子供の技。父への反撃に費やされるはずの数瞬のすべてを覚悟へ。痛い鍛え、標的は人体で最大の器官皮膚、防ぎきれる。痛がりやがれ、痛がり、防賀の凶。ち、念が驚くのも無理もなかった。無気味になったかのような突如の父の日、便打による痛みを分散、目力もいっぱいに同じ力で縮め、足全力で踏みしめ、全力、さらには各部位ねじりに戻しを拮抗させ、かろうじて無表情をキープしていた。半人前の分際で急所を狙わぬぐ、いかに出来の悪い親の仇のつもりで来い。くてもそうするさ、実際仇だし。少年、俺は構えてしまった。そうじゃ、それでいい。未熟者らしく己の全存在。安心しなさい、周辺住民、ホテルの宿泊建物ごと破壊してやれ。ありがたい。おまさにその一瞬を合わされた。貴様が手を抜き、その侮辱に対して俺もまた手心を加え、お前にいるのはおびただしい戦果に彩られた強さの決。なあバキ、もういい加減によ。父さんに。バキ、今のが最後だ。嘘がバレてる。なあバキ、もういい加減によ。父さんに実力。ここに至るまでの歩み、成長、進化、緩めて緩めて。
体の水分に至るまで。そう、最高速度が初速。たまらねえ、抱きしめて。脱力を超えた脱力、液化へ。さらにイメージは液化から気化へと、あのゴキブリにだけ可能とされるマックスをスタートに。ゴキブリタックルス。一滴の血も流さんとは、波の修行では。金銭を液体、さらには気体レベルにまで弛緩させ、過去多くの競技者武術家が誰に習った。死は気よ、予期死を持った。都市伝説、最強親子伝説。最強中の最強を決めて、ルールはシンプルを極め、その苛烈な戦いの頂点に君臨するのは父親である。権威に気を使わせる腕っぷしの持つ可能性を、この闇情報に青少年たちは飛びついた。何の騒ぎだ。参ったな、こりゃ。それは機動隊と自衛隊の手により閉鎖されました。その理由が、原型をとどめていませんが車両です。驚いたことに総理大臣専用車だ。ホテルを閉鎖させ、車を破壊し、自衛隊をも出動させる。この親子知ってる、あの噂、あの間に合う、今なら間に合う。見せびらかすものでもないんだけどな。誰が集めやがった。緻密な頭脳を持つ裕次郎に人前で戦う経験、無論初めてではない。しかし、おい、蹴るぞ。今日はやめだ。やめないよ。ここは一つ引いてはもらえないだろうか。じゃあね。うぶな慣習の眼力には、ここに少年が観光した。何、破裂音。いきなり宙に現れて。学びの途中であった。どっちから仕掛ける。オーガだろう。いや、バキ。向き合った時には始まってる。双方の合意のもと初めて成立するもの。仕掛けられりゃ、いやも手により出血するのはいつ以来のことか。急所への確かな散髪なのに、どうだ、ビクとも。行くしかねえわな。こんなもんか。同じ手を二度も。沢井健一氏がこんな言葉を残している。もう鼻も一度に打たれて、相手が見えなくなるほど涙が出る。取ってきた。よかったな。己の無力への落胆か、おびただしい涙にまみれ、さあ行ってみようか。リング上での出血の際、応急処置として強力な闘争心はアドレナリンの分泌を促す。
まだ泣いちゃいねえようだな。遊んでもらえ、存分に遊んでもらえ。恩に切るぞ。自衛隊と機動隊の連携す、ここまでは上出来だ。そうか、来てるんだ。見せなきゃな。金、真似た獣、その姿を見せてくれる。T-Rexの最大のライバル、その姿を。この時、君なら大丈夫。君の目なら。親父、半馬裕次郎なら会いたかったはずだ。少年の動きに帯びるダイナミズムが、このフォームの持つ意志を、このフォームに備わる。すっげえ、でかっ、でっか、6メートル、いや、8。少年の実体は気迫となり、思いを馳せた。正直、すっかり大人になってからも。来い、大切に来い、夢はそのままに。アマツさえ車両を横転させるその体力、70キロに満たぬお前の。さて、小型犬なるものの理想、馬の戦闘形態を真似た優勝犬、虎の恐竜犬か。さまざま型、小型犬の理想形。いかにも親父らしいや。おい、あれってさっき見た光の形じゃん。虚空に向けて放つ直撃、見えない奴が宙を行為なく回し、パンチの時同様見えない奴が周囲。親父の言葉、力強く自然で美しかった。俺の肩は、親父はさ、半馬裕次郎並みのけど親父。はい、いつだっじゃなんだろう。へえ、知らなきゃ教えなきゃね。お父さんに教えなきゃ。ダン、何が、一体何が起こってるんです。18歳の若さでもうそこにいるのか。貴様がこの引き出しを持っていたとはな。撫でてやる。来なさい。え？あ、息子の手柄を褒めるのは当然だろう。これって一体何なんだ。来なさい、撫でてやる。何よりあの手の形、動かぬ証拠、撫でるしかない形。バカバカしい。遠慮するな、来い。喧嘩だぜ。だからな。少年の鎖骨、中央から下15、手放しがたき痛み、見れに耐えねえ。子が父親に褒められた際の感激、成就。そんな時撫でてやるとかよ。なんだ、あんなにも柔らかくほどかれ、自分に触れようとしている。どっちが強いかの比べ合いだから。本質捉え損ねた。だが、撫でることを望む俺、撫でられる。離せ、離せ。
言わず語らず、少年は本質を心に刻んだ。そこの底から詐欺しとめこの世話の焼ける。受け入れようが拒否しようが無関係、条件に左右されぬ強さの最小単位、耐えることも待つ。わはそれは弱者の言い訳。強さそれ自体は善でもない悪でも、それら言い訳は強さの純度を。子は痛みによるメッセージを教育として実感す。せり上がる横隔膜、浅い呼吸、それでもなお立てぬ生身の現実。多少は楽しめた。おお、あいつじゃ。生きたかせじ。関係ねえんだよって。白亜紀からやってきたピクルに知る由もない。ただし、わかることも、原始の鎧をも切り裂く牙。壊れるはずがなかった。社会を学ぶ。息子よ、ダチが現れなきゃ終わっていたぞ。近代初のトリガー勝負、そう来ることは知った。 A が攻撃を決断する。その決断の 0.5 秒前に迎撃を、さらに B は、さらに A は、さらに B は。勘弁してよ。探すしかない。いいぞ。え、 0.5 秒前、父親として受けて立つ。何だ。抜くと決断する 0.5 秒前。いや、今を意識する 0.5 秒前。 0.5 秒前のお知らせ。ハンドポケットされた両手は鞘の中の刃に似ていた。今にも訪れる今。あ、そうだ。なんじゃ。もういい。決断発動 0.5 秒などという慌ただしいものではない。はあ、カウントダウンってあんた。指を折り曲げ、外なる準備、内なる準備、存分に備えろ。どんなゲームだ。3剣ゼロコンマより早く。結果、少年の肉体が選んだ塚を床に設置したまま腰を開くことにより抜刀する。居合抜きのトラのアギトになぞらえた秘技。シックの合戦の技術に不覚を取るなんて、いや、気が回ったか。膝の下にある太い父の頸部の確かな感触、身の丈を超える達成感と等身大の動。舐めすぎだっつーの、バカ野郎。いかにも貴様らしい小細工よ、親父。認めねえぞそんなこと。逆転してみろ。それが、まあ、そう弱かねえぞ。持ち上げて、いや、持ち上げたところで一体な。完全に決まった。この体勢からその右手で何ができると言うんだ。埋まってんじゃん、アスファルトに埋まってんじゃん。腕、人間じゃねえ、もう強す。確かにな、確かにそうだ。オーガにとっち親父ごめん、いかにも。いか、いいんすか大将。始まって何かだ。いや、ニュースとかで、いや、見たいです。俺がハンマーバキがしょんべん漏らすほど強えんだ。
その通りだよ。泣くし漏らすし。泣こうが漏らそうが、どうしっかりでけりて、クロスカウンター。よし、いいだろう。なんだ、顔が優しい。お前のうちに眠る遺伝子をな、叩き起こす覚悟をした。息子バキ、退屈で産む、やはり我が子だけだったの。泣かせやがった。ギオルをありがとう。お父さんを。偶然とはいえ、これほどの物を書いたものだろうが、気になるのは肩、腰から足なのに、これは同じもの。しかし、いや、種類、規模から察するに、兵器、そういう意味じゃない。これほど大量の兵器を準備せる。今更ながら気づかされていた。そう、俺が今た、この感じ、甘いしびれ、茶い鬼。そう、全部やった。出せるものはすべ、もう十分だ。でもさ、直接それを親父の口から聞かれると。おじいちゃん？テコドル我が子。あ、はい。あの何が？裕次郎の前に、あ、裕次郎のジップジだ。この地獄のおよそ半年間を沖縄戦と呼ぶが、そんな小さな空間に延べにして実に1000トンを、地元民でもない半間雄一郎ただ一人に上陸。隊員に与えられた任務は遺体、その右手には不自然に首を折り曲げられた最、あの戦艦ヤマトでさえ撃沈までに要した犠牲者は12。効率の問題ではない。これは我が誇り高き海兵爆弾の使用許可を申請した。バカな、バカな。作戦中止を命じられたその夜、事件は、この出来事をたった一人だけ目撃していた隊員がいた。今まさに悠々と立ち去ろうとする、今日は心底恐怖したという。一体どんな、去ったのではない。その戦場で悠一郎はある不思議な技を使った身へ避難したという事実を見ても、その凄まじさがはアメリカに勝ったと言われたところで、いたしかた。消えやがった。懐かしい面を見て思い出、俺と父雄一郎は全くの別人、互いが対極に。あれです、あれのことです。黙っとれ。ドレス、あやっ。直訳するなら、さしずめ、装い。人間ヌンチャク。未体験な遠心力は頭部へと血液を振り集め、地面が、空が、人が、突如眼前に発生した巨大なエネルギー、一目見て実感。なるほど。とてもじゃないが真似できねえ。そうだよ、ヌンチャクはただの道具ではない。聞こえてるか。聞こえててもいい、死ぬなよ。皆の衆、舐めては。では
こいつらを相手にどれもこなしている。事前に弾き、事前に透かし、俺は回復しつつある。いや、お礼と言っちゃなんだけど、親父にプレゼント。えらく出来の悪い人形だが、一つずつ一つずつつな抱きつけながら気づいた。来るはずの、この手に伝わるはずの我が身を守りきったということだ。お前は俺を捨て叩きつけられる。知らんけど、思った通り嫌じゃないさ、ハンマーを生きること。そう、俺は正真正銘ハンマーの子。諦めたんだ、親父の面倒は。親父、退屈してはいないかい。地球の裏側、果ては北極にまで。闇社会、国家権力、軍事力、その通りだ。近くどころではない、さまよい探し。親父、幼児がおもちゃを手に入れた時どうなると思う？なんで史上最強の親子喧嘩、テレビでもネットでも二つ蹴ってはイチャイチャ見てらんないよ、まどろっこしくて。親子だからね、そりゃ喋るさ、イチャイチャもする。人には到底使えない死んじゃう技だ。親父に至っては、会話する余地があるのなら、イチャつく愛しさがあるのなら、コゼ、女性の君には、あるいは理解し、存分に発揮できる幸せを。俺にとって親父は、親父にとっての俺は、父と子が繰り広げる人ならぬ領域の戦い。今や取り締まる側はいつしかギャラリーと同じ方向へと向き、強さの結晶体、高純度に濃縮された強さその。食らってもなお食らい尽くせぬ女であれ。確かなことは、バキは強くなった。女がいつまでもいる場所じゃない。張り倒されないうちに。少年も父親も恋人も幾万いるのだろう。高層ビル街を埋め尽くす人、人、人、野生を目の当たりにしたい。親子喧嘩、家庭内不和、子を持つ親、不和ではない。これって融和だ。うわ、親父の後なんて夜だ。培われた全てを使わせて。バキよ、それぞれがそれぞれに。バキよ、そろそろだ。俺とて辛い。
すべてに終わりがある。強さ比べ、男比べ。見えねえよ。誰？あれか。あれ、いつの間にか外国人増えてね。おお、すっげえ！一歩も引かねえ！地上！大将、信じられねえや。あの半馬裕次郎と、へい。最前列じゃん。だよな。弱き民、いつの時も弱者の群れがいた。彼ら弱き者の前には正義もない。悪も心底おののき、神の影に身を隠し、莫大なドル天使のように愛した。父と子を囲むその脳裏に刻み込みたい。息子の拳は、両の足は可能な限り有効な着地点を踏み求めた。見てるかい、親父。父よ。回収したその手のひらを父は静かに広げた。見え父親の確かな感触、しびれ続ける拳のせっかくの触れ合いじゃないか。打つように打ったんじゃもったい。さすが、さすが親父。眼下底、骨折、尾骨、陥没、損傷多数、両鼓膜、破損、両手骨及び手首、共に軽度の炎症、余すところなく皮下出血、脳、内臓。それでいい、続行は。良き時間を過ごした。蹴ったな。歩き去る俺の横面に一発。なるほど。
通す力、ここに地上最強を名乗れ。ハンマーバキは地上最強だ。見下ろしている者こそが勝利者。親父の言葉だ。争えない事実、俺の負けです。聴覚を失ったまま確かに放った地上最強の息子からの決着の言葉、各々が共に己にとっての最大を差し出し、地上最強の親子喧嘩。